おはようございます。短い時間ですけどライブ配信をやりたいと思います。朝送られてきた御言葉を読みます。ペテロ第一の手紙。ペテロの手紙第一、文章8節。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。9節。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれ賜物を受けているのですから、神からのさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。今日も神様を愛して、そして神様のために歩んでいきたいと思います。では愛を持って生きていこうをやります。
画が祈ってるという曲をやりますが、その前に御言葉を読みます。ローマ8章26節から、同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかを、がわからないのですか。賜物ご自身が言葉にならない上めきを持って問いなしてくださっています。人間の心を探る方は、賜物の御霊の思いが何であるかを知っておられる、おられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださっているからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。では、誰かが祈っているという曲をやりたいと思います。枯れる
祈ってる。心が疲れて寂しい時も誰かが祈ってる。昨日少しやった曲をやって終わりにしたいと思います。大いなる神。
酒を左手に向かって喜び酒を救いの岩に喜び酒を一言お祈りします。恵み深い天皇お父様、心から感謝いたします。今日こうして朝を迎えられたことを感謝いたします。これから全国で持たれる礼拝を祝福してください。主をお願いいたします。どうかこのライブ配信を見てくださった人一人を祝福してください。主をお願いいたします。賛美を主に向かって高らかに賛美ができるように、そしてあなただけを見上げて神様と共に歩むことができるように導いてください。もうすぐ震災から10年が経ちます。どうかそのことを神様は知っております。どうか今やかつて地震やが続いていますが、どうかその一人一人の心の中に平安がありますように、どうか神様をお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに祝福がありますように。心から一人一人を感謝いたします。今日の一日が素晴らしい一日になりますように。感謝して尊い主イエスキリストの名によりお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。